マロニー株式会社は大阪府水田市に本社を置く食品メーカーである。ジャガイモやトウモロコシなどのデンプン麺、マロニーの発売元。マロニーを中心にくず切り、ポン酢などの食品を扱う。主に鍋の具材として使用されることが多いが、近年では同社ウェブサイトにマロニーを利用したサラダスープなどの各種レシピが掲載されている。現在は 本社と併設された大阪工場のほか、静岡県に浜松工場、福岡県に九州飯塚工場、長野県に新州稲工場の3カ所の生産拠点が所在する。2017年8月1日付でハウス食品グループ本社が全株式を取得して同社の完全子会社となった。会社名及び商品名のマロニーの由来は、 同社ウェブサイトによると、まろやかに見えることと、創業者の吉村吉宗が、終戦後のシベリアでの抑留生活中に、工場で一緒に働いていた、少女、マロンの明るいイメージを重ね合わせたものであるとしている。女優の中村玉緒が出演する、マロニーちゃんでおなじみのテレビ CM は、1994年から放映開始。当初は、関東地方限定で放映されていたが、 現在は全国で放送されている。なお、一時期は口述の東西のマスコットの存在も関係し、うちゃんが登場する西日本版とマロニーちゃんが登場する東日本版があったが、マスコットの統一によって現在は解消されている。当初の台本には、お鍋にマロニーマロニーさんと書かれていただけで歌唱シーンはなかったが、中村がマロニーちゃんと 本番前にアドリブで歌ったものを現場にいた河内社長が気に入り、正式に採用された。CM の影響もあり、東日本限定パッケージでは、商品名がマロニーちゃんとなっている。同社のマスコットは、ヨウちゃんと呼ばれているが、前日の CM で中村玉緒が口ずさんだマロニーちゃんのネーミングが全国的に世に出たことで、一時期東日本では、 陽ちゃんを可愛くデフォルメしたマロニーちゃんのキャラクターを登場させたことがある。しかし後にマスコットは陽ちゃんに統一されることになったものの、マスコットの名称にはマロニーちゃんが使われることになった。なお、陽ちゃんは創業者の吉村吉宗がその頭文字から陽さんと呼ばれていたことに由来する。ちなみに改められた旧社名はそのマスコットの名前から、 養蚕食品という名称であった。ありがとうございます。